ああ、ちょっと2日ほど前から2日ほど前から具合が悪くなって、最初ね PM2.5 毎年具合が悪くなるからそれなんじゃないかなと思って家で養生してたんだけど、なんか違う気がして、今日は発熱外来、今日予約取れるところに来ました。もしかしたらコロナかもしれないなと思って、なんかねご飯の味がしないし、ルームフレグランスの匂いとか嗅いでも全然しないから、どうかなって感じなので、ちょっとこれから病院に電話して着いたっていうことをお知らせしたいと思います。高橋大奈と申します。はい、到着されました。はい、到着しました、はい、それでは手元に診察券と保険証を準備してお待ちいただけますか。今そちら向かいますね。はい、すいません。はい、お待ちください。はい、そしたらお熱を測って、ここ発熱のこの下から、ここから下を記入して待っててもらっていいですか。すいません。はい。結構熱あるな。熱くなってきた。なんとこの熱。はい、じゃあ先生ここに来て診察と検査すると思うので、このままお待ちください。すいません。はい。寒くなるな、なんでだろう。あ、寒。やっぱ着ましょう、これ。あ、着ると暑い。暑い。着ると暑い。何なんだ、帽子？なんかこんなに具合悪くなったのって何年ぶりだろう。4年ぶりぐらい？いや、ほんとしんどい。なんか考えられることって何もないんだけど、先週土曜日にお友達と近所のカフェのテラスで1時間半ぐらいおしゃべりをしたっていうことぐらいしかどこにも行ってないし、風邪ひくような原因が全然見当がつかない。こんにちは、すいません。なんか嫌なフレーズ書いてありますね。いや、そうなんですよ。なんか味がしなくて、こ
ここってなんかコロナの検査もできるんでしたっけ？今やってます。うん、ね、前いらっしゃった時はまだやってなかったけど、ね、やってます。そうですか、はい、祈るしかない。あれ、ちなみにかかったことはないんです。ないですね。うん、で、はい、そう、去年はワクチン打たなかったんですよ、はい、あ、最後の最後のっていうか、うん、うんうん、もしわかんないけど、うん、なんとも言えないと、はいはい、そして、昨日からですよね。そうですね、はい、で、高熱は出てないと、喉とかは出てない、うん、はい、出てないです、はい、最近ね、両方いるんですよね。今日本当高熱が出てる人と本当7度台でそこまででもないんです。あ、そうなんですか、はい、そして全然なんか接触歴もないのに、あ、そうそう、なんで私コロナなんですかっていう、こう本当驚きを驚いてる人もいるので、家にしかいないので、スーパーも行かない。あ、スーパーは行く。行く。うん。行く。スーパーとかかな。はい、意外と。あ、意外と。そうなんだ。はい。じゃあ、すみません。まず、お口拝見します。はい。失礼します。こんなに分かってことじゃないですね。うん、分かりました。じゃあ、行きます。はい。よし。痛い検査です。ごめんなさい。はい、よいしょ。はい、ありがとうございます。あれ、いつ髪切ったんですか？髪は何ヶ月か前に切りましたね。え、はい、長かったですよね。これもありですよね。ありがとうございます。すいません、はい、はい、行ってきます。はい、お願いします。はい、お願いします。ねえ、どうなるんだろう。ただの風だったらいいな。まあ、ただの風でも嫌だけど、うん、まあでもコロナとかよりはいいよね、多分。すいません、すいません、出ません。長く待ちましたけど、うん、出ません。出ません。出ません。ってことは陰性ですか？よかった、はい、じゃあなんでこれ鼻が詰まってるし、胃側がちょっと詰まってます。押すと痛いとかあります？いやー、そんなに全然痛くはない。こっちこうググって押して痛いっていう時は、あの、お鼻の粘膜が腫れてて副鼻腔炎を起こしてる人いるんですよ。あ、そうなんですね、はい、うん、もう鼻噛むともうひたすらこう黄色いのが出て、うん、あ、すっきりしたと思うのにまたちょっと経ったら全部詰まったみたいな。あ、なんかそんな感じ。黄色いのは出ないんですけど、副鼻腔炎じゃないかな。あ、それでもやっぱ熱は出ます。あ、そうですか、はい。やった、コロナじゃなかったよ。コロナじゃなかった。副鼻腔炎？何それ、副鼻腔炎って。ああ、よかった。コロナじゃなかった。